こんにちは。今日の講義は書籍セルフィッシュネス、自分の価値を実現するについてです。この書籍はアインランドのエッセイ集であり、彼の革命的なオブジェクティビズム、客観主義哲学に基づいています。この哲学は、人が自分の人生の価値を実現するためには自己中心的に生きる必要があるというものです。私たちは日常生活の中で多くの道徳的ジレンマに直面します。何をすべきか、何が正しいのか、どの価値観を持つべきかという問題は人々が悩む普遍的な課題です。セルフィッシュネスはこれらの問題に対する新しい視点を提供します。アインランドは、道徳の目的が人間にとって適切な価値と利益を定義することであると主張します。道徳的に生きる上で自分の利益を重んじることが不可欠であると彼は考えます。オブジェクティビズム倫理学の基本原則は、自分自身の人生がそれ自体目的であるのと同じように、生きている全ての個人は一人一人が目的であって、他人の目的や幸福の手段ではない。だから人間は、自分を他人の犠牲にせず、他人を自分の犠牲にせず、自分自身のために生きなければならないというものです。これは、自分の幸福の実現が人間にとって最高の道徳的目的であるという強力な主張です。本書は、利己的に生きるということが自分勝手なわがままではなく、真に自由な独立した個人の豊かな人生を可能にする出発点であることを明らかにします。アインランドは、自分の人生を真に価値あるものにするためには、自己犠牲の偽善と悪徳を暴く必要があると信じていました。この書籍は、善悪が主観的なものではなく、客観的な基準に基づいて評価されるべきだという考えを強調します。人々はしばしば社会や宗教、文化によって定められた価値観に従っていきがちですが、アインランドは自分自身の理性と個人の判断を信頼することの重要性を強調します。この書籍はまた、自尊心の重要性についても議論します。自尊心なしには精神的健康を保つことはできないとアインランドは考えています。信仰や自己犠牲を美徳とすることの危険性も指摘されており、これらはしばしば個人の自尊心を破壊する要素となりうると警告されています。緊急時の倫理や利益の衝突についても深く考察されています。アインランドは、利他主義がしばしば他人への愛を自分自身への脅威に変えることを指摘し、自己利益が自然と利他的な行動をもたらす場合もあると示唆しています。また、アインランドは、不合理な社会でどのようにして合理的に生きるか、道徳的な灰色領域についての考察も提供します。彼はまた、個人の権利、政府の役割、そして自由な社会における政府の資金調達についての視点も提供しています。この書籍は非常に挑戦的であり、読者に対して自己反省と深い思考を促します。アインランドのオブジェクティビズムは、自己中心的に生きることが道徳的に正しく、真の自由と幸福を追求する鍵であるという強力なメッセージを持っています。スティーブ・ジョブズやピーター・ティールといったアメリカの起業家や知識人たちに影響を与え続けるアインランドの思想は、今もなお多くの人々に影響を与え続けています。彼の哲学は、自己実現と自由な社会の理念を深く探求するための重要な基盤を提供しています。セルフィッシュネスは、自己犠牲の偽善と悪徳を暴き、真の自己実現の道を示す鍵となるでしょう。アインランドのこのエッセイ集は、自分の人生の価値を実現するための新しい視点と洞察を提供し、読者に対して自己啓発と自己反省を促します。この書籍は、読者に対して自分自身の人生の価値を真摯に追求する姿勢を養うことを促します。アインランドの哲学は、自己中心的に生きることが真の自由と個人の成長の鍵であると主張しています。この視点は、私たちが日常生活の中で直面する多くの問題や課題に対する新しい視点を提供します。例えば、自己犠牲の偽善についての議論は、多くの人々が直面する道徳的ジレンマに対する新しい解釈をもたらします。社会や文化がしばしば自己犠牲を美徳として称賛する一方で、アインランドは、自己犠牲が個人の成長と幸福を妨げる可能性があると指摘します。この視点は、人々が自分自身の人生の目的と価値を明確に理解し、それに従って行動する勇気を養う助けとなります。また、オブジェクティビズム倫理学の原則は、個人の自尊心と自己価値を高めることに焦点を当てています。自尊心は、
私たちが自分自身を尊重し、他人との健全な関係を築くための基盤です。アインランドの考え方は、自尊心を維持し精神的な健康を保つための重要な要素として読者に深く認識させます。さらに、この書籍は利他主義と利己主義の間の緊張関係についても深く探求しています。アインランドは、利他主義がしばしば他人への愛を自己犠牲に変えることを警告します。一方で、自己利益が自然と他人への利益をもたらす場合もあると彼は示唆しています。この考え方は、人々が自分自身と他人とのバランスを取りながら健全な関係を築く方法についての洞察を提供します。また、この書籍は個人の権利と自由な社会の重要性についての議論も含んでいます。アインランドは、個人が自由に自己実現を追求することが真の自由と幸福を実現するための鍵であると主張しています。政府の役割や権力についての彼の視点は、現代社会が直面する政治的な課題に対する新しい視点を提供します。この書籍は、自分自身の人生の価値と目的を真摯に追求する姿勢を養うための貴重なリソースとなります。アインランドの哲学は、個人の成長、自尊心の向上、健全な人間関係の構築、そして自由な社会の理念を深く探求することを助けます。彼の視点は、私たちが日常生活の中で直面する多くの問題や課題に対する新しい解釈と洞察を提供します。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体と心は密接に関連しており、どちらも私たちの全体的な幸福と生活の質に影響を与えるからです。健康的な体と心は、私たちが日常生活での課題に対処し、人生の様々な目標を達成するための基盤となります。そこで、ライザップはその点で特に注目すべきサービスを提供しています。まず、ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のニーズと目標に合わせたカスタマイズされたプログラムを作成します。食生活やメンタルのマネージメントもサポートし、無理な食事制限なしで健康的に痩せる方法を提供します。30日間の無条件全額返金保証や完全個室のプライベートな空間など、利用者の安心と安全を確保する様々なサポートがあります。また、ライザップウーマンは女性専用のプログラムで、洗練されたプロポーションに導くことを目指しています。このプログラムでは、ウエイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチも含まれており、個々の目的と状態に合わせた完全オリジナルのトレーニングメニューを提供します。低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮したお食事管理も行われ、痩せやすい食事のアドバイスも提供されます。さらに、美容マシンや美肌に効果的な機器を使用して、脂肪燃焼や美肌効果も目指します。このように、ライザップはダイエットだけでなく、健康管理にも特化したニーズに対応するサービスを提供しています。これは、私たちの健康と美容に関する懸念を解決するための総合的なアプローチを提供し、個々のニーズに合わせたサポートを提供することで、持続可能な結果を実現します。私たちの体と心の健康は、私たちの日常生活の質を向上させ、人生の様々な目標を達成するための基盤となります。そのため、自分自身の健康と美容に対する責任を果たし、最高の自分を目指すためのサポートを受けることは非常に重要です。ライザップのような専門的なサービスを利用することで、私たちは自分自身の健康と美容の目標に近づくことができます。気になった方は、概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。